にもやってくる長官試写会の恐ろしさ。7つ目無料最後の相談ですね。よしちゃんさん、女性30代、岡田斗司夫さん大好きです。いきなりありがとうございます。美容師をしております。ありがとうございます。もう美容師をやってるあの30代の女性が大好きと言ってるだけでちょっとウキウキ感の感じで。あ、すいません。戻ります。ね、好きあれば お客様に岡田斗司夫さんをお勧めしております。それはどうかな。それはどうかな。大好きと言ってもらったのに、それはどうかな。最近は切り抜きなのでご存知のお客様も多いですが、そうなんだ。それは岡田師匠の医師の言葉か切り抜き主の医師かと問いただし、面倒くさい美容師になっているのを自覚しております。理想型ですね。わかりました。はい、勇気を出して初めてメッセージを送っております。 AI が人類のモラルを査定する世の中が来ています。このような世界になるのは悲しいですが、日本も時間の問題なのかと思っております。岡田さんはどうお考えでしょうか。なるほどね。よしちゃんさん、 AI が人類のモラルを査定する世の中ね。これね、多分最近報道されて始めた中国のゴマ信用のことだと思うんですよ。もう僕は4年ぐらい前に語ったことなんですけども、ようやっと日本でもですね、報道番組とかですね、いわゆる情報バラエティみたいな番組で中国のジーマ信用ですね、今はゴマ信用というふうに翻訳されてます、ジーマ信用がですね紹介されるようになりました。ゴマ信用に関してはそのジーマ信用という名前で、当時紹介されたんで、僕は過去のゼミで解説してるんですね。2018年の9月9日ですかの第247回、2018年9月9日の、ね、第247回です。無料でも見れるはずなんで、割と11月25日の金曜あたりにですね、アップグレード動画、これをやっときますんですね。そっちを待ってくれてもいいですけども、今すぐそっちを2018年9月あたりのですね、僕の無料動画を探してくれても結構です。一応に今月の25日の金曜日あたりにですね、アップグレード動画でアップしておきます。そっち待ってくれてもいいです。で、質問だけに答えると、 AI がモラルを査定っていうのはやってないんですよ。だから、AI にその能力ないんですね。で、モラルを AI が査定してるんではなくて、中国政府がやってるわけですね。中国政府が、中国共産党がですね、ビッグデータを使って国民のモラルのをですね、短期間で爆上げすることに成功したんですね。つまり僕がそのジーマ信用の本で読んだ限りでは、その内容の紹介になるんですけど、中国人のモラルというのはもともと西洋先進国に比べて極めて低かったと。なんでかっていうと、農業社会のもうまだ連続で1970年代ぐらいの中国、80年代ぐらいまであったのでですね、そんなにその資本主義社会のモラル、例えば約束どれぐらい守んなきゃいけないのかとかですね、それは見も知らない人の約束ですね。で、中国の人ってモラルが低いと言っても、これは西洋諸国から見たモラルなんですよ。でもアジア諸国というか、アジア内でのモラルとしてはそんなにおかしくないんですね。具体的に言うと、例えば身内のことは徹底的に信用したり守ったりする。でもよそ者の言うことは信じないし、よそ者に何か言われても言うことを聞かないと。これって当たり前なんですけど、ところが西洋社会っていうのは、地中海文明でイタリアのですね、商業団、フィレンツェなどの商業都市がですね、取引始めた時にですね、見ず知らずの人間との約束でも我々は守るっていうですね、それまでの民族社会というかですね、農耕社会とは違う交易型の社会のルールというのを打ち出したんですね。地中海貿易でのあり方が今グローバルスタンダードになるので、僕ら日本人もいつの間にかですね、近場の人間、親戚もしくは身近な人との約束と、あと会ったこともない人との約束っていうのを同じように考えるように、この150年ぐらいで訓練されたわけですね。ところが中国人にはこういう訓練が全くなかったのでですね、中国政府から見ても、これは資本主義社会の中で戦っていくにはすごい不利であると。なので中国人が外国に旅行しても信号を守らないとか、トイレ以外の場所でおしっこしたりうんちしたりするっていうですね、西洋社会から見たらモラル外れのことするんですけども、それは中国社会から見たら
それのどこがモラルに反してるのみたいなことなんですよ。でこれをですね無理やり短期間にですねものすごい修正したのがジーマシンよというやつなんですね。具体的に言えば例えば信号機にですね信号機ごとに監視カメラがあって信号が赤の時に渡ったら渡った瞬間にその信号の下にですね巨大なオーロラビジョンのようなテレビがあってですねそこにそいつの名前顔がバーンと出てきてでおまけに中国って国民全員の顔がですね顔認証でですね国民番号と一緒にタグ付けされてるんですね。信号を渡って信号を無視した瞬間に自分の顔と自分のですね社会保険番号というか国民番号と住所氏名がバーッと表示されるんですよね。で僕それ2週間ぐらい前日本の報道番組で見てすげえなと思った。でこれやったらみんながあっという間に信号を守るようになったんですね。結局信号を守るような国民性を作るのに何年かけるのかということで日本では30年から50年ぐらいかけて、明治大正という時期で徐々に作っていったんですけど、まあもともと江戸時代から知らない人との約束もある程度守るような社会というのを日本作ってたんですけど中国それが全くなかったわけですよね。近世なくてですね中国って中世からいきなり現代にすっ飛ばしちゃったような社会です。でそれでモラルを爆上げするためにこんなジーマ信用という仕組みを作ってですね借りた金はちゃんと返しました。当たり前なんですけどもそれまで借りた金をどうやったら返さずに親孝行するのかこうなんですよ。つまり身も知らない人間に借りたお金を返すよりそれをばっくれて親孝行する方が人間として得が高いという考え方を無理やり修正しなきゃいけないわけですね。それもわずか数年の間に。そのためにできたのがジーマ信用というですね国民全員のですね評価を国家がですね格付けしてそれを AI がビッグデータを使ってそれぞれの人間に点数を配分していくという仕組みでここまでの説明でお分かりの通りですね AI が人格とかその人の評価を査定してないんですよ。あくまで中国の共産党がそれを決めてそれをなんか普及させるのに AI を使ってるだけなんですね。まあこれは別に日本もですね1970年代にですね田中角栄が首相になった時にですね期待される人間像というのをですね発表したんですよ。日本改造計画っていうのと期待される人間像と田中角栄の政策って日本立てだったんですけど全く同じことをやって日本人のですねそのモラルっていうのをちょっと変えようとしたんですけど、まあ、それと同じことをですね AI 使ってちょっと効率的にやってるところが面白いところですね。アップグレード情報なんですけども11月13日ですね今年の11月13日に配信したゼミでもですね話したんですけどもこのゴマ信用っていうのは要するにそのいわゆる国際基準でのマナーが著しく悪かった、まあ、ダメダメだった中国国民に対して IT とかですねあと AI 技術を尽くしてとにかく早急にですね国際的なマナーですね、まあ人間の一般的常識っていう言い方なんですけども、少なくともですね、公共の場所でですね、そこら辺に茂みがあるから、植え込みがあるからといってですね、道路でおしっことかうんちをしないようにしようとかですね、あと割り込みはやめよう、ちゃんと列に並ぼうというふうなことをですね、教えるというか守らせるですね、そういうふうなルールを守らせるという目的で、作られたのがですねこのゴマ信用ジーマ信用です。で日本はですね日本人はすでにそういうモラルだったりマナーっていうのを、まあ、必要以上に守る国民なので、ある程度の水準でそれも維持されてるんでですねゴマ信用のような劇薬というかですね極端な手法は必要ないように思えるんですけども、ただ一般社会におけるマナーは良くてもですね SNS やネット上におけるマナーについてはあんまりいいとは言えないですよね。なので今後広がっていくだろうホワイト社会の流れではですね中国人のマナーを正すための信用スコアというのがあるのと同じようにネットマナーを正すための大きな仕組みというのが対日本人用に作られても不思議じゃないと思うんですけど、ただ中国の場合はですね中国政府共産党がですね中国人をこういうふうにしなきゃいけないという目的意識を持って独裁国家だからできたのことで、日本でそういうふうな大々的にですね、自民党なりどっかなりがですね、日本人の人間性というかですね、性格を大きく変えるような実験ができるのかどうかというのは、まあまあちょっとそこら辺はわかんないところなんですけども。あと、日本ではですね、フォロワー数とかいいね数が、ゴマ信用みたいなものの基礎になる。
逆に言えばマナーを上げるためというのではなくてですね、ここから先ですね、個人の評価を決めるための基準になるんじゃないかなと思います。例えばその学歴社会では出身大学とかですね、あと卒業する時の成績の U の数が評価されたけどもですね、評価経済社会になっちゃうとそのエントリーシートですね、入社希望のエントリーシートの記入欄にですね、主な SNS の名前とフォロワー数を書いてくださいというふうに多分言われるようになると思うんですね。採用側はそのアカウントを調べる、アカウントを調べるときにその人のアカウントを調べるだけじゃなくて AI を使ってですね、その人をフォローしているフォロワー全てのですね、全員のそれぞれさらにフォロワーしている人を数をカウントすると思うんですね。どういうことかというと、僕のフォロワーがまあ1万人ぐらいいるとするんです。じゃあその1万人のフォロワーのそれぞれのフォロワー数を足す、こんなのごく簡単にできますよね。でもそうするとその人の影響力というのが数値化できるわけですね。これがですね、潜在影響力としてカウントできるようになると。そしたらその次に自分をフォローしてくれてるフォロワーの質というのかな、どんなツイートをしてる人か、その人が他人にさらにどれだけフォローされてるのかというふうなことで質が測られると。そういうふうにですね、その個人の採点というかですね、企業でですね、例えば再就職するときとかもそうですし、大学で新卒でどっかに入るときもそうですし、下手したらバイトでもそうですし、なんかいろんなところの信用調査、お見合いにしてもそうだし、お見合いじゃなくてもですね、結婚するときに相手のですね、親御さんが調査するときに一番最初にやるのがですね、SNS のそういうフォロワーっていうのを評価経済的に調べたりすることもあるかもわかりません。ここら辺が、これまでだったら資産とか学歴が物を言った社会なんですけども、プラスされる数字として資産とか学歴より大きな意味を持つかもしれないと思います。動画へのご意見、ご感想、AI 活用についてのお考えをコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。